ん、こんにちは。しおりんチャンネルしほとみみです。はい、というわけで今回ですね、セリアで5000円分買ってきたので、今回はそれを紹介していきたいと思います。5000円分っていうか50個買ってきました。はい、じゃじゃーん、おーい、見えなくなっちゃったし、破した。そう、破れちゃったら。見て、破した。破したじゃない、破れた。違う、リミが破したの。リミが破したの？うん、何破したって。破いた。破いた。50個あるのでね、テキパキね、早速紹介していきましょう。はい。というわけでね、最初はね、こちらの容器でございます。こちらはね、タピオカのあることで使う。おと思ってですね、買いました。でも実は買って、こちらのね、ミミがね持ってるね、哺乳瓶のねボトルはね、もう使っちゃってないんですけど、同じように2個買いました。なので、あ、4つですね。そうそう、4つってことですね。はい、というわけで次行きましょう。はい、はい、というわけで次はこちらのね、ハートのねストローでございます。これ超可愛いよね。こちらここのね、形がハートになっててね、すっごい可愛いんですよ。しかもピンクで本当にキュートさがあります、ね、あります。うん、今度お友達がね来た時とか、このストローにしたいと思います。はい、はい、というわけで次はね、こちらのね、ときめきファンタジードームというものですね。でね、こちらは水で膨らむビーズを作ろうというわけで、なんのね、ぷよぷよボールが作れるというねものでございます。リミ、開けてみて。じゃあなんかセットになってんだよね、ちゃんとね。そうなんですよ。でね、これすごいんです。100均でもぷよぷよボールが作れるみたいです。で、なんかさ、シールもちゃんと入ってるんでしょ、リミ。シールっていうか中に入れるさ、ドームだからね。すごい、かわいいね。作る、うん、それ作ろうね。はい、というわけで次はね、化石恐竜卵というねものでございまして、こちらはね、なんか中にさ、ね、恐竜とさ、なんかジェルが入ってるって書いてあるんだよね。フィギュアがね、ジェルって書いてあるんですけど、全12種類。じゃあ開けてみよう。しリミちゃんにじゃあ開けてもらおう。しほちゃん、はい、じゃあその間に何かあるかな。はい、できる。次はこちらのね、チョークでございます。こちらはね、大きくて可愛いのでただただ買いました。うん、チョークはね、遊んだりするのに使うので、はい、はい、で、これはあそこにもあったよね、フライングタイガーでも売ってましたね。今見かけました。うん、でも100均のセリアにも1本100円で売ってました。はい、すごい。はい、はい、次。はい、というわけで次はこちら。こちらはね、ジェルボールということで、キラキラなジェルボールド。ジェルボールド、ボールドですか。開けられるそれ。ジェルボールド、なんかね、色がね、3種類あるみたいなんだけど、ピンクを買ってきました。ね、ちょっとね、袋に入っちゃってるのそのまま出してるので、ちょっとね、ジャンルがバラバラになっちゃうんですけどね、ご了承ください。はい、次はこちらです。こちらは企画でですね、使おうと思ってる商品です。今度出ます、この2人たちの2人。お弁当を作るものなので、はい、ちょっとね、それに関係するときに使います。はい、まだちょっとね、出てくるかもしれないです。はい、お楽しみに。はい、次。はい、というわけでね、次はこちらのまたまたお弁当グッズでございます。こちらはね、バランって言ってね、お弁当の飾りとして使うものです。はい、こちらもね、またお弁当動画で登場します。はい、次にスライムいきます。はい、ということで、スライムの材料でございます。まずこちらがね、ラメです。ないぐらいの量なんですが、こんな感じね、ハート、星とか混じったやつ、リボンとか混じったやつとか、ハートのだけとかね、いろんなのがありますね。これもスライムで使います。次にね、またまたスライムの中に入れるものなんですけど、こちらたちは夏をイメージして貝殻や金魚などを買ってきました。こちらをスライムに入れると夏っぽいかなと思ってね、買ってきました。夏をイメージしたスライムを作ってみようかなということで、ちょっと買ってみたね。はい、はい、というわけで次はね、ね、定番、ド定番のね、洗濯のりとですね、容器、混ぜる容器と
パレットですね。こちらリコ買いました。ね、10個のやつです。なんか今いろんなね、やつが売ってて、はい、10個とか15個。今まで使ってたのが15個で30もあったんだけど、さすがに30じゃちょっとね。ちっちゃいかな。うん、ちっちゃくて多すぎるので10のやつにしました。はい。はい。いいですね。はい、じゃあいろんなねスライムを作ろうと思います。はい。はい、次行きましょう。ちょっとね今リミちゃん逃亡中ですみません。はい。こちらの、今度はね、こちらまとめて紹介していきます、はい、まずこちらがリメイクシートで壁紙とかいろんなとこに貼れるシートですね。これよく使ってます。これあのね、今度クローゼットの、ね、はい、こう引き出しのとこにねまたちょっと貼り足したいと。以前にクローゼット紹介した時に、はい、貼ったあったのもしかしたら見た方がいるかもしれないんですけど、そうですね、またそれをやりたいと思います。はい、はい、次にねこちらです。こちらはね小物ピンとかイヤリングとかイヤホンとか薬とかを入れる小物ケースですね。はい、これねバッグの中でどうしてもちょっとイヤホンとかポンって突っ込みがちなので、あとねなんか大きいポーチだとねなんか他にいらない時とか結局なんかイヤホンだけ持ち歩きたい時とかあるんだよね。あるんだよね。だからそういう時にこうイヤホンだけ入れられるちっちゃいケースがあったらいいなと思ってたので、なんとねいいものがあったのでこれを買いました。はい、これをね使いたいと思います。ママ私こういうピン欲しい。うん、そうだね、細いピン、うんうんうん、今度ピンも買おうね。ね、ここにバッテンしたい。ああ、バッテンね、はいはいはい出しましょう。はい、次に私大好きティッシュです。はい、もう我が家には必需品で、これね真っ白で何も柄がついてなくてすごく大好き。毎日これ使ってます。みんなこれ大好きです。次にこちらのね蛍光のねゴムでございます。なんか今年蛍光の黄色がなんか流行ってんのかな。多いよね、洋服とかも多い気がして、うん、でその洋服着た時になんかね髪の毛こういうゴム使ったら可愛いかなと思ってちょっと買ってみました。はい、もしかしたら今後動画の中でねこのゴムをしてる姿が見られるかもしれませんね。はい、はい、次にねこちらです。はい、これはねお盆です。こちらねもうほんと毎日使ってたんですけど最近割れてきちゃって。そう、割れちゃったんだよね。危ないので新しいのを2枚買ってきました。はい、ルーティーンをねよく見てくださってる方はいつもねご飯の時にこのお盆が出てるのを見てるんじゃないかなと思うんですけど、実はセリアなんですよね。でこの緑のがなんかもう見慣れちゃったのでまた同じにしました。はい、はい、はい、次。はい、というわけで次はリミの得意分野ですね。リミちゃん復活。はい、こちら、スライムとスクイーズのやつですね。もうほんと増えたよね。しばらく見ないうちにめっちゃ増えました。で、なんかちょっと見たことないかなっていうものをねちょっと買ってきました。はい、はい、ということでね最初に紹介できてなかったねスクイーズも一緒に紹介していきたいと思います。はい、じゃあリミちゃんその化石のなんか卵、恐竜の卵みたいなの。なんかね、手で開けられる。うん。いい？いいよ。いいよ。どうなってんの？おお、すごい。固めのジェルみたい、あ、ジェルっていうかスライムみたいだね。じゃあ、ね、化石取るよ。うん。化石。あ、すごい綺麗だね。青だ。ね、リミの好きな青。それは何？普通のスライムしんちゃん。普通スライム。あ、いいね。固めのスライムじゃん。固めのスライム。一滴。うん。何が入ってそう？ティラノサウルスしか私わかんない。めっちゃ種類あるんだよ。これ全12種類だもん。私、恐竜、ティラノサウルスしか知らない。うん、あと、食べられるの。こんな感じで入ってるんだね、やっぱね。ゴールドフィギュアが出たら、レアでラッキーだなって。ゴールドは出ないね。ね。あ、見せて、リミちゃん出た？これが出てきました、恐竜さん。はい。はい、というわけでね、次はね、ジェルボールということで。ね、さっき開かなかったんですけど。開けました。やっと開けました。綺麗だよね、なんか。本当綺麗です。なんか久々じゃない？この昔はよくね、触ってたけど、最近ちょっとね、ご無沙汰だとね。なんかいろいろね考えて100均でいっぱい出してるよね。うんね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次にこちらのプニプニ三色団子を開けていきます。はい、はい、というわけでねこちら開けました。
柔らかいの？あ、こんな感じか。もちもちのプニプニ系だね。はい、かわいい。でもちゃんとチェーンもついててね。はい、かわいいです。はい、次行きましょう。次はプニプニ梅干しということね。ママ梅干し大好きなんです、実は。だよね、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど。なんで知ってる方がいるの？分からない。前も言ったかなと思って。言ってなかったっけ？言ってなかったっけ。本当？ごめん、誰も知らなかった情報。うん、バリン。これも多分プニプニ系なんじゃないかなと思うんですけど、どう？はい、って言ってきました。あ、すごい。めっちゃ梅干し、ちょっと分かるかな、このリアルさが。隠れたからピント合うでしょ？うん。めっちゃ梅干しです。ママの好きな。美味しそう。食べたくなっちゃった。ママ食べたくなっちゃった。で、開けた？あ、じゃあ開ける。リミ、うん、リミちょっとカメラにちゃんと映るようにね。いい緑だな、バッカ。お、今度緑だ。緑、デロンデロンデロン。中はデロン。ゴールド。ゴールではなかったね。ゴール、ゴールドではなかった。じゃあ次、こちらはね、ミイラスライムです。ミイラスライムだね。ミイラスライム2つあるんですけど、今回は1つ開けたいと思います。はい、まあ、中にミイラが入ってる感じ感じ。おお、すごい。どんな顔してんの？可愛い感じなのかな。あ、なんか顔出てきた。えほらね、一応顔あるでしょ。どこにあるの？ほらね、見えない。ほら、顔かわいい。かわいいよ、リミ見てごらん。はい、きれい。はい、じゃあ次のスライムいきたいと思います。はい、入ってきてね。最後こちらの4つを一気に開けたいと思います。一個一個開けようか。どっちか好きなんで。ピンクと緑。はい、じゃあ開けましょう。はい、入っていきてね。キラキラジェルゼリーあげていきたいと思います。うお、綺麗。すごいよね、これ100円って。あ、めっちゃ綺麗。おー、すごいね。これが100円ってすごい。うん、あ、落ちちゃうね、ポロポロと。おー、すごい。これ100円ってすごいよね。すごい、クリアで、すごいね、ビーズとね、スパンコールがあって、すごい綺麗です。ポロポロ落ちちゃうね。ちょっとポロポロね、落ちちゃうけど、でもとってもいいと思います。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、まず、箱の顔にシュッとします、そしてまだ出ないので、これ、このこうやってなってたカップで押し付けます。わ、なるほど。わー、すごい出てきた。なるほどね。あったかい。はい、ありがとうございます。じゃあ次、卵。はい、卵最後です、ね。それがなんか面白そうだよ、その卵。ガンガンガン、バカ。お、おこだ。すごい、半分になってる。半分のうずらの卵。うずらじゃない、ゆで卵の半分見せて。お、すごい、結構綺麗だね。すごい。ふーちゃん、ちょっとカメラに映してみて。おー、すごい、結構リアルっていうかね。ね、こちらもちもちです。もちもちですね。はい、じゃあこれでね、50点かな、多分50点だと思うんですけど、うん、はい、約ね、まあ、5000円ということで。はい、はい、というわけで今回ね、セリアでね、5000円分買ってきたので紹介してみました。はい、はい、で、中にはね、あの企画で使うものが盛りだくさんで、はい、あるのでね、それね、今後使っていきたいと思います。はい、グッドボタンのチャンネル登録お願いします。お願いします。これ好きなの。両方。それでは、バイバーイ。グミ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 ペア、サンジーがおやつだ。